本坂通と飢餓塾の一飢餓塾とは、17世紀初めに江戸幕府が飢餓に設置した本坂通の宿場である。町の東端に飢餓関所がある要害の町として知られ、地頭の飢餓近藤氏が関所を管理した。飢餓は町の北側に標高100メートル以上の山地、丘陵地があり、南は浜名湖、東は飯谷川、戸田川に挟まれた要害の町になっており、関所の東門から宿場の南に沿って要害堀が掘られていて、容易に抜け出ることができないようになっていた。江戸時代の戸田川には橋がかかっておらず、街道を往来する人々は渡し船で通行した。町並みは東西600メートルほどにわたっており、町の西側の入り口には木戸があり、枡形が石垣で作られていた。町の西の外れは棒花と呼ばれていた。慶長6年に江戸幕府は東海道宿役の制を定め、この頃、街道の監視のため、飢餓に関所が設けられた。慶長15年には江戸幕府から飢餓塾に天満賃掟所が発給されており、この頃飢餓塾が設置され、宿場に天満が置かれ、人馬の継ぎ律が行われていたことが分かっている。飢餓関所を管理していたのは、飢餓の地頭で、乱暴旗本として知られた、近藤登之助と同族の近藤氏だった。飢餓近藤家は3500石を有した江戸幕府の旗本で、元和5年から明治維新まで12代にわたり、関所を管理した。1707年の富士山噴火の際に、土岐の地頭、近藤養清は、浜名湖岸の田畑3900石を失い、復旧に努めた結果、20年後までに500石を回復した。1753年に養清の養子となって、飢餓近藤家の家督を継いだ、近藤登之助の次男、近藤養下は、新しい水路を開き、戸田川に堤防を築くなどして、さらに800石を回復、しばしば沿岸に相米作に不向きとされた、干拓地に琉球医を導入して栽培させ、これが、遠州氷特産化の端緒となった。宝永4年の宝永地震では、津波によって、飢餓の町も大きな被害を受けた。また3度の津波によって移転後間もない新居関所が流され、4から5日間渡海ができなくなるなど、浜名湖南岸が壊滅的な打撃を受けたため、本街道を避けて被害の少なかった姫街道の本坂市を利用する旅人が多くなった。出典飯田により作成。天保14年の市区村明細書には、飢餓、三日日、すせの記録がある。飢餓は、五項八国二と三章八号、野道官庁が一里四町58件、本陣1件、脇本陣はなし、旗五章8件、総戸数121件、人口466人、考察場はなし、人罰義律問屋場1箇所と記録されている。明治2年の関所廃止令により、飢餓関所は閉鎖された。飢餓は古くは、けがと呼ばれ、江戸時代の絵巻物などでもひらがなで、けがと記しているものが多かった。西方から姫街道を来た旅人が、松陰佐峠まで来ると、飢餓の町が見えるので、松陰佐峠とかけて何と解くの問いに対して、答えは、破れふんどしと解くで、その心は、けが見えただという謎解きがある。ありがとうございます。